皆さん、こんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界に立って一つだけのチームを作るために完全に新しいチームができます。はい、アメリカのセンターフォワードですね。非常にボディコンタクトキックが強いと体の大きそうな選手ですね。一方で、でも動き出しはあると。はい、ただ、まあ、ラストパス能力、ドリブル、フットワーク等ね。はい、大柄な選手にありがちな能力配置になってますね。オーストラリアのケイヒル。どうしようか。まあ、この人完全にセンターフォワードで使いたいタイプですね。はい、ストライカー、ストライカーかな、ストライカーっていう感じでもない気がするけどな。ちょっとフットワークが低いんでね、あんまりストライカーでフリーになれそうな感じではないと思う。ナイジェリアのモーゼス、アルジェリアのセンターミッドフィルダー、アメリカの選手、アルゼンチンのディフェンシブミッドフィルダー、ナイジェリアの選手、イタリアのルカーニ、遠藤航がいますね。はい遠藤航ね、真ん中で使って金村選手にしたいですね。イタリアのセンターバックがいますね。まあこれ能力的にはプレッシングついてるんでね、真ん中で使いたいですけど、まあサイドミッドフィルダーと。はい、キーパー、うわ、キーパー3人いる。ケイラ・ナバス、クルトワ、ゴンダと。ゴンダちょっと外れちゃいますね。ケイラ・ナバスとクルトワね、一時期レアル・マドリードでね、共存関係にありましたけど、まあ、マドリー上層部がね、クルトワを優先したため、ケイラ・ナバス移籍に至りましたね。ただ、能力的にはケイラ・ナバスの方が、より優れていると。ケイラ・ナバス2014年ワールドカップね、ほぼ MVP、ゴールキーパーの中ではベストプレイヤー的な活躍をしていたんでね。はい。コスタリカで発掘された選手です。クルトワ交代で入れてもいいか。はい、まあ、クルトワね、身長195センチ超で、ケイラ・ナバス180センチ台ですね。その能力がよく現れているかなと思うんですが、クルトワの特徴的なボディコンタクトとジャンプ力。はい、これがケイラ・ナバスにはないと。あと、守備意識、ブロック、ディフェンス能力。はい、ただこれはね、ケイラ・ナバスもついている。一方で、ケイラ・ナバスね、プレッシング能力非常にね高いですね。あと戦術理解の高さを伺わせる感じのね能力配置になってるんで、はい、ちょっとクルトワはねこれ冷遇されてる感じですかね。はい、オーストラリアのサイドバック、スイスのセンターミッドフィルダー。なるほどね。どうしますか。ここしかいないですね。もう、はい、もうフォーメーション的にはこれで、で誰かをオフェンシブにしようか。遠藤航、そっか、ここで使えますかね。もうこれでいくか。ちょっとパッとしない感じですけど、まあプレッシングマン、プレッシングマン、この人かな。あ、この人ですね。はい、これでいきたいと思います。ケイヒルとアメリカのセンターフォワード2トップで、ルカーニと遠藤航、相手はコートジボワール。はい、コートジボワール真ん中にいい選手が揃っているチームですね。エアトゥールだけ本当に要注意と。はい、エアトゥール引き出しましたね。わ、一回下げて。はい、今ねケイヒル相当下がってもらってますけど、あれがねミッドフィルダー的な動きですね。非常にねバランスの取れたステータスなんで、ケイヒルミッドフィルダーでもプレイできるぐらいの選手ですね。いやー、ダメだな。ちょっとね、攻撃のパスのルートが見えてないですね、これ。はい。エアトゥールだけかわす、しっかりと。はい、このね、サイドのスペースがどうも空きますね。はい、アメリカの選手、センターフォワードね、強烈なシュートで1点と。今、足元ですけどね、その前の突っかけるドリブルが相当効いてますね。ケイヒルがオーリエに対してプレッシングします。ドログバ、はい、奪いましたね。当てて、戻して、エアトゥール引き出して、戻して、サイドチェンジですね。このね、戻しのパスが非常にサイドチェンジを助けてますね。はい、強烈なシュートね。このアメリカの選手のシュート力、今、かなり活かされてますね。うん、やっとる。ああ、これモーゼス。あ、危ない。ああ、ちょっと操作ミスです、今の。はい、ミドルシュートはキーパー正面。ああ、ヤトゥレね、強いですね。はい、これは奪って、ケイヒロトシの、はい、左を破ります。で、フライボール、アメリカのセンターフォワード。はい、このね、くさび気味のね、後ろ向きでもらうパスが非常に安定してもらえてるんで、はい、強烈に蹴り込んでいったんですね。
はい、コートジボワール、球際のプレスですね。ここもっと激しくいかないとね、今のところ完全にこっちが全てのパスでね、コンタクトなしで回してるんで、これだと楽な感じになっちゃいます。はい、ニアの裏抜け。いや、無理か。今体ぶつけられましたね。ミドルシュートはキーパー。はい、今のもね、ミドルシュート打てるタイミングじゃないと思うんですけどね、非常にバイタルで、本来ならプレスね、活性化しなきゃいけないところですけどね。はい、ケイヒルファーで受けて、開いて受けてね、シュートファーに流し込んで1点ですね。はい、3-0 ですね。コートジボワールね、ちょっと守るべきところ、ヤヤトレ外されたらね、簡単に守れなくなっちゃいますね。このまま行きたいですね、これ。もう変えるところないかな。フォーメーション的に完璧ですね。この人の、アルジェリアのこの選手ですね、これがうまく効いてもらわないと、まあ、効くような形でね、なんとか攻めたいですね。もう効いてるかな。はい、オーリエに対して、ケイヒルがプレッシング。はい、これは取れるでしょう。取れないですね。ドログバですね。はい、エンドワタルがプレスします。これ大丈夫ですね。はい、このね、サイドのスペース。ああ、破れましたね。これはもう自分でシュートまで行きますね。ループシュートで。はい、センターバックとね、サイドバックの今、広大なスペースが空いちゃいました。コートジボワールのね、弱点の一つですね。コルトゥレのサイドだとね、カバーリングもちょっと入ると思うんですけど、今のサイドはカバーリングがちょっとうまくいってないですね。はい、これ裏抜けで。さあ、クロス一発頼む。いや、ダメか。はい、奪ってシュート。うん。奪ってシュート。はい、まあ、シュートのタイミングですね。早めに打ちたいかな。やっぱりね、ちょっとジェルビーニョが怖いんで、カウンターだけね、気をつけて。はい。うわー、うまい。ケイヒルうまいですね。今、落ち着いてね、まあ、オフザボールの動き、まあ、ダイレクトで後ろから来たボールね、合わせてるのもうまいですけどね。はい、一回下げて、こっちのスペース。ちょっと無理ですね、これは。やっぱり、まあ、意外とカバーリング効いてますね、センターフォード。あ、センターバック。さあ、いや、取れた。はい。ケイヒル、またポスト。同じ形ですね。で、下げて、サイドのこのスペースを使うと。はい、またくさび入れて、落とし、ケイヒル、シュート1点ですね。はい、コルトゥールがちょっとケイヒルに、突き切れてないですね。コルトゥール非常にね、いいセンターバックですけど、ケイヒルがね、それを上回って、よりいい選手っていうことでしょうかね。あ、ドログバ、危ない。これですね、サマンカル。はい。大丈夫ですね。モーゼスが行きます。これ、ケイヒル出してみますね。あ、惜しいですね。あ、シュート打ちちゃった。はい。うん。当てて、落として、サイドのスペース。また同じスペースを使うと。で、ケイヒル走り込んでるんで、真ん中でシュートをキーパー正面。はい。うん。もう相当ね、楽に攻めちゃってるんで、これだと、はい。まあ、コートジボワールも勝負のしどころがね、ないですね。はい。というわけで、6-0 ですね。非常にね、安定した、まあ、フォーメーション的に安定していた感じですかね。コートジボワール、球際がね、ちょっと、もっとね、激しく来ないと、どっかでボールを取らないといけないところですね。ただ、まあ、肝心のね、肝心のというか、コートジボワール頼りにしているイエラトゥーレのところは、今回ね、もう、綺麗に、すべてかわしていたんで、あそこでボール取れないとなると、だいぶね、プレッシングが中盤緩くなると。はい。まあ、コートジボワール攻略法みたいなもんですね。ヤヤトゥーレを無力化するっていうのがね、大きなポイントだと思いますね。はい。今回ね、対応したここのくさびですね。くさびからレイオシでサイドに展開するっていうね、これ、まずくさびのところもっとね、激しくいかないといけないですね。で、戻しのパスね、ここもミッドフィルダーね、中盤のプレッシングしっかりしていれば狙えるところなんで、そこだけね、はい。まあ、くさび、縦に速いパスが入った瞬間に、まあ、これ、よく言われることですけどね。はい。プレッシングね、ギュッと強めてね、そのパス、縦に速いパスを許さないっていうね、それが大事だったと思いますね。はい。まあ、ただね、日本代表で言えば、大迫勇也が相手のプレッシングが来てもボールキープできるぐらいのね、世界に通用する能力持ってるんで、なかなかくさびを許さないディフェンスっていうのはね、相当綿密に計画された、ゲーム、チームプランがないとね、難しいのかもしれません。今回はちょっと簡単に許しすぎてましたね。はい。やっぱりね、ボールがここ最終ラインの手前に入るんで、こうなると、局面のね、予想がガラッと変わっちゃうんですね。後ろからボール持ち運ぶのがね、普通の、サッカーの攻撃のね、見えてる景色ですけど、前半、最前線にね、ボールが収まると、今度はこのバックパスですね、次のパス必ず後ろに出るか、あるいは追い越した選手に対して出るんで、
攻撃のね、展開、特にディフェンス側ですね。自分の陣ゴール見てね、守る感じにもなってくるんで、そうなると非常にね、守りづらい、状況、プレッシングもね、かからなくなってくるんでね。とにかく縦にパス入って、くさびのパスっていうんですけどね、これを、許さないっていうのはね、まあ、あるいは簡単に、はたかせないっていうのはね、はい、一つの、守るポイントかと思います。今回はそれが非常に楽に入ってね、そのまま、戻しのパスやって、サイドに展開する。ここね、サイドはやっぱりスペース空きますからね。その前段階でエアトルがね、ちょっと中盤で振り回されてるんで、プレッシングがね、ここ薄まってるんですよね。はい。まあ、非常にね、有効な攻撃展開だったと思います。特に、フォーメーションのね、可能性、今回、やっぱり、まあ、よく使ってるフォーメーションですけどね。まあ、名前つけてないですけど、何ですかね。はい。まあ、非常にね、厚みのあるフォーメーションだと思って、こっちはやってますけどね。パスのルートはっきりして、コートジボワールプレッシングがかからなかったっていうのがね、敗因かと思います。まあ、あと、まあ、そこでね、プレッシングがかからないなら、真ん中ね、しっかり、まあ、クロスはもう上げられちゃうんでね、中央でもう固く守るしかないですけど、ケイヒルが、それ以上にね、いい選手で、コロトゥールもちょっとケイヒルね、何回も話してて、つききれなかったですね。はい。なので、サイド破られて、真ん中も捕まえきれないとなると当然1点ですね。クロスが上がってシュートまで行かれちゃうんでね。はい。という感じですかね。でもコートジボワールで何回か怖いところを作ってましたね。カルーがボール持ち上がるオーリエ。まあ、今回右サイド怖かったですね。ジェルビーにほぼ、活躍、ボール触ってないかなっていうぐらいのね、感じでしたね。こっちが左から攻めて、左の攻撃非常にうまくいったんでね、ジェルビニョの裏のスペースですね、ここついていったんでね、ちょっとジェルビニョがうまく効かなかったかなと思います。まあ、カルーマね、非常にいい選手なんですけどね。はい。コートジボワールとしては、このね、スピードのあるサイドのウィンガーが、サイド破って中にドログバが待ってるっていうのがね、アラリューが、エアトゥルがね、飛び込んできてもいいですけどね。はい、その形が一つの狙い目だったと思うんですけどね。今回は、まあ、ドログバもしっかり捕まえきれていたし、まあ、ちょっとサイドね、逃したシーンありましたけどね。まあ、真ん中で捕まえてしまえば、攻撃は成功しないんでね。はい。というわけで、非常にうまくいった内容だったと思います。今回はサッカーコートジボワール代表相手に6対0でした。また次回週プロモーターやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。